こんにちは、カオルンです。前回から音楽とあとは大学の生活をどのように両立しているかについて話してきました。前回は平日をやったので今日は休日行きたいと思います。はい、またまた出ているでしょうか。ここら辺に出ていますか。早速行ってみたいと思います。休日なんですが、これはあくまで一日休みだった場合を、やっていますので、アルバイトとかももちろんしています。あとは休みを取ったりもしているんですが、あくまで音楽をこなした場合の一日を話していきます。休みの日でだいたい10時ぐらいに起きています。でそこからいつも通り、平日といつも通り同じように1時間、朝食を取ったり着替えたりしています。で休みの日は僕は新宿の方にあるスクールに通っています。ボイトレのスクールです。ここでだいたい家からちょっと時間がかかるので11時ぐらいから出発して、帰ってくるまでに14時ぐらいになりますね。でレッスンはだいたい1時間半ぐらいしています。でここでしっかり体調を整えてから路上ライブに臨んで2時ぐらいからやってます。だいたいいつも2時間ぐらいを目安にやって、わーっとギターと歌で弾くんですが、最後の方ってなんかこう心がこもっちゃって良くなったりしてるので、お客さんが見てくれたりします。なので16時ぐらいに終わらしたくても17時ぐらいにだいたい伸びてるので3時間ぐらい撮ってます。これだけでこの日の音楽の活動時間が6時間なので、結構みっちりやってますね。で帰ってきて、17時から22時ぐらいの間に自由時間で、でちょっとこう心を休めたりテレビを見たりご飯を食べたりした後に22時から家で大学の研究をやって、24時頃からまた自由時間としています。ボイトレと路上ライブっていう外出するものを休みの日に2つ揃えちゃってます。そうすることによって、普段家では練習を平日はしているので、休みの日はなるべく実践向きの、課外系外に出て活動を行って時間を過ごしています。そうすることによって前回話した平日は練習に当てて、で休日はこのように実践向きにしています。今回のスケジュールの、お話が皆さんにとって少しでも、助けになればいいなと思います。何か質問があればコメントでも待っていますので質問してくださいね。それでは今日もご視聴ありがとうございました。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、ご意見のほどよろしくお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日も本当に見てくれてありがとうございます。また次もいい動画を出せるように頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。